カール・グース・ア・ヤンスキー、カール・グース・ジャンスキーとは、物理学者、無線技術者であり、電波天文学の開始者。1932年に、天の川方向より電波が飛来していることを発見し、電波天文学を開始した。1905年10月22日に、オクラホマ州に生まれた。ウィスコンシン大学に学び、1927年に学位を取得した。 1928年より、ニュージャージー州にある、ベール研究所に入所し、短波の研究を行った。どの方位にでも向けられるように回転台の上に、波長20.5メガヘルツ向けのアンテナを設置し、研究を行った。ジャンスキーのアンテナのレプリカ。数ヶ月かけて、全方向からの入力信号を記録した後に、彼は3種類の電波雑音を確認した。それらは、近隣の雷、 遠くの雷と未知のものであった。彼はこの未知の電波雑音の分析に1年以上を費やした。その電波は追日周期で信号強度が変動したことから、はじめは太陽起源のものではないかと思われた。しかし、数ヶ月後にそのピーク時期が変化したことから、太陽起源説は放棄した。信号は24時間ではなく23時間56分周期で、 強度が変動していることから構成形に由来するものと判断された。最終的にこの信号は銀河系中心方向より発信されていることを突き止めた。これは電波天文学の始まりとされる。その後の彼はベール研究所より別のプロジェクトを任せられ電波天文学に関わることはなかったが彼にちなみ電波天文学における電波強度の単位には ジャンスキーが使われる。また、アメリカ国立電波天問題は、ジャンスキーフェローシップと呼ばれる博士研究員、支援プログラムを実施している1950年、心臓病のため44歳の若さで死去した。ありがとうございます。